キリキアアルメニア王国。キリキアアルメニア王国は、現在のトルコ南岸部のキリキア地方において、アルメニア人により建国された王国。単に、キリキア王国、もしくはキリキアのアルメニア王国という言い方もされる。また、紀元前に、カフカス地方に存在したアルメニア王国と区別して、小アルメニア王国と呼ぶこともある。ただし、単に、小アルメニアと呼ぶ場合は、時に、 古代の大アルメニア王国が、ローマ帝国によって、部分的に、間接統治された時の地域、アルメニア属州のことを指すこともあるため、注意が必要である。建国年については、第一王朝の創始年である1080年を押して、建国年とみなす説と、ローマ教皇らに王冠を授けられて独立国と、認められた1198年からとみなす説があり、文献によってまちまちである。 1198年に当時のキリキア公レボン2世が王として認められるまでは代々の君主は公であり、国も王国ではなく公国であったことに注意を要する。建国当時は隣にアンティオキア公国などの十字軍国家があり、それらの国々や西欧諸国と密接に関わっていた国である。なお、以下の項目は全面的に英語版、ウィキペディアの当該項目、 キリキアアルメニア王国君主一覧及びキプロス王国からの役質によった。起源前後よりローマとペルシャの両者により間接的な支配を受け続けていたカフカスのアルメニア地方は7世紀ムスリムの侵略を受け一部のアルメニア人はペルシャや東ローマ帝国などの外部へ移住した。その後一旦アルメニアはかつての勢力を挽回したが11世紀になると 国力を回復した東ローマ帝国により侵略される。その後さらに11世紀半ばには東方において勢力の膨張しているセルジュークトルコにより侵略される。この一連の侵略によりカフカスを離れ移住していくアルメニア人は増え、彼らはペルシャやコンスタンティノオープル、バルカン半島などにも移住したが多くはキリキアやその東部のシリア北部カッパドキア、 小アジアなどに移住していった。一方キリキアは10世紀前半まではアラブ系の支配領域だったが、当時ここの支配者だったアラブ系のハムダーン朝は963年に東ローマ帝国のニケフォーロス2世との戦闘で敗退し、キリキアは東ローマ帝国領となる。この時に東ローマ帝国はこの地方を取りまとめる長官にアルメニア人を指定した。 ところが彼らは世襲化されたため、この地方の長官たちは土地の開発に勤しんで私服を肥やし、勢力をつけるようになる。もはや彼らにとって東ローマ帝国は自分たちの権威を裏付けたり利用したりするためだけの存在となり、東ローマの中央政府に対しては上辺だけの忠誠心しか見せていなかった。当時のキリキア住人は多くがギリシャ人やシリア人、アラブ人であったが、 全般的に換算とした地域であったと言われている。ここに続々とアルメニア人が移住し、キリキアは瞬く間にアルメニア人優勢の地域となっていく。彼らアルメニア人移民は農民だけでなく商人や貴族など様々な身分の人々で構成されていた。そして11世紀後半になると、それまでアルメニアを攻撃していたセルジュークトルコが進路を変更し、 小アジアへ侵攻しようとしていた。1071年マンジケルトの戦いで、東ローマ帝国は大敗し、東ローマ帝国の勢力が弱くなっていく。そして、キリキアの地にもトルコ軍が侵入してくる。そしてこの頃、東ローマ帝国がセルジューク朝の侵略に手を焼き、キリキアの統治に目がいかなくなっている間に、キリキアの各地では勢力をつけた。 アルメニア人に有力者によるいくつかの将君主国が誕生する。これらの諸国の統治者は次の2種に分けられる。あくまで東ローマ帝国の権威を保ったまま統治しようとする東ローマ帝国のアルメニア系官職者カフカスから移住してきた民族派のアルメニア人貴族将君主のうちの多くは前者であった。しかしこれらの諸国は不安定であった。この地域には侵略者である。 トルコ人が進出し軍事的脅威にさらされていた上、民衆であるアルメニア人にとっては、アルメニア系君主はアルメニアに対する侵略者である東ローマ帝国の役人であり、ギリシャ語しか話せなかったこともあり、全然信頼されていなかった。例えば、キリキアの広範囲を領有していた東ローマ帝国のアルメニア系地方長官フィラレトゥスは1078年に、 建国するが、10年も経たないうちに崩壊する。フィラレトスの部下であった、アルメニア系の武将たちは、各地で独立政権を築くが、やはり、トルコ人勢力やアルメニア人民衆との衝突に、さらされ、西欧からやってきた十字軍の武力にすがった。例えば、エデッサのソロスはギリシャ正教系の、正教会信徒の統治者であったため、非、カルケドン派である、アルメニア首都教会を法ずる。 アルメニア人からは敵視されており、第1回十字軍の際に、ブーローニュのボードアンを招き入れて、彼を後継者にする儀式を行うものの、その数日後に、アルメニア人市民の暴動で殺され、ボードアンによるエデッサ博国建国に利用された。メリテネのガブリエルもエデッサ博国に協力し、婚姻関係を結ぶものの、セルジューク系のダニシメンド町に攻め滅ぼされた。 これらの将軍四国の中で着々と力をつけてきたのはキリキア北部トロス山脈を横切る通称キリキアの門と呼ばれたアイロの東の山中に城塞を築いていたルーベンであった彼はこの地で1080年に小国を樹立する彼は東ローマの役人ではなくカフカス出身のアルメニアの貴族であった東ローマ帝国に侵略されるまでの一世紀間ほど アルメニアで勢力をつけていたバグラトゥニ朝の地を受け継いでいたとも言われる。彼が構えた領域は交通の要所地であり、守りの堅い地であった。この後ルーベンを始祖とするマンジケルトの戦いによる敗北以降、じわじわとセルジューク朝に小アジアの領土を奪われて、行った東ローマ帝国は11世紀末に、 アナトリア半島の西岸あたりまで攻め寄られると、東ローマ帝国は1095年、ローマ教皇を通し、西側諸国に援軍を要請する。当時の西側諸国では、諸侯が、各々のの農村を統治する、荘園制で成り立っていたが、バイキングの活動の沈静化により、戦いに飢えた、領主同士の争いが多かった。そんな中、民衆の間で聖地への巡礼がブームだった。 西欧では、イスラムが、エルサレムの巡礼者を虐殺しているというデマが流れた、ため、旗揚げする口実を見つけた諸公や騎士、巡礼希望者が集い、第一回十字軍となって出陣する。しかし、コンスタンティノープルに結集した十字軍は、この地の政府や民衆に礼遇され、これを境に十字軍と、東ローマ帝国は対立するようになる。セルジューク朝を、 はじめ諸勢力に侵略を受けていたアルメニア人にとってこのような十字軍はまさしく救世主であった。カトリックである彼らとは宗派こそ違っていたが、セルジューク軍にかなう勢力である上、アルメニア人にとって目の敵である東、ローマ帝国とも不和状態だった十字軍はまさに神の使いと思えただろう。アルメニア人は彼らを味方にすることで、 自分たちによる統治を万弱なものにしようと考える。夏の農暑のさなかで、水や食料の不足に耐えながら、アナトリア高原でセルジューク軍を破り、シリアのアンティオケアに向けて闘進してきた十字軍は、1097年9月頃に、タルソス山脈の北西にやってくる。ここで大多数の十字軍騎士諸侯は、最短路であるが難所でもあるキリキアの門を避けて、カッパドキアへ進む。 そこでこの地に移住していたアルメニア人は彼らの来訪を熱烈に歓迎し、食料などの物資を支援した。また十字軍はアルメニア人のいる町を包囲していたセルジューク軍を駆逐したりもしている。一方、ブルーローニュのボードアンとタラントコーボエモンのオイタイクレットはウカイロの提案が東ローマ帝国の道案内役によるものだったために反対し、命名独自に軍を率いて、 キリキアの門を進んでいく。彼らはタルソスやアダナなどのキリキア平野部の町にある城塞などに構えているセルジューク軍を排除し、その後十字軍本体と交流するため東方に去っていく。この過程を経てキリキアでの独立の障害になるのは、ただ一つ弱体化した東ローマ勢力という状態になる。二代目のコスタンディン一世から五代目レボン一世。 までの間、ルーベン・アッサは、東ローマ勢力などを攻撃して着々と領地を広げ、1132年には海岸を含むキリキアの、ほぼ全域を支柱に収めた。しかし東ローマの皇帝ヨハネス2世コムネノスが1136年、帝国の再興を訴えて、遠征を行い、その一環として、キリキアを制圧する。これによりキリキア全土が、東ローマ帝国に並行され、 また、レボン一世と二人の息子、妻は捕らえられる。そして息子のうち一人は処刑され、レボン一世は1140年に国死した。生き残った息子トロスは1141年にキリキアを脱出、すぐに逆進行をかけ、東ローマ軍を撃退する。彼はトロス二世として即位したが、東ローマの勢力には逆らえず、1158年には、 皇帝マヌエル一世コムネノスに侵入した。ちなみに、この頃、アルメニア市と教会は戦乱を避けて、本山を切り気合い移している。トロス二世に続くルーベン二世、フレー、ルーベン三世は、ミナトロス二世の政策を引き継いでいった。1187年、レボン一世の孫であったルーベン三世の死後、弟のレボン二世が玉座を継いだ。彼は今夜、アレッポ ダマスクスなどの漁師たちと戦い、地中海沿岸の地域を次々に降伏させ、また、アンティオキア公国など、周辺の十字軍国家とは、王族同士の結婚などで干渉を進めた。ちょうどその頃、エジプトからサラーフッティーンが現れて、エルサレム王国を滅ぼし、強行グレゴリウス発生による、第三回十字軍の呼びかけが行われていた。レボン二世は建国の経緯などから、十字軍との、 連携が国の命運を決めると考え、フリードリヒ一世など神聖ローマ皇帝の講演を受けて、キリキアを広告から王国へ格上げさせた。1199年1月6日、彼はタルススの大聖堂でグリゴール六世総主教によって王冠をハインリヒ六世の名において赤と白で死を染め抜いた軍旗と紋章を授けられた。ここに、 キリキア・アルメニア王国が誕生し、彼はその初代国王レボン1世となったのである。レボン2世は後に大王と呼ばれることになるが、急速に拡大したキリキア・アルメニア王国の政権軍事を一つにまとめ、新しい統一王国を作り上げたのは、彼なのだからふさわしい呼び名と言える。レボン2世の死後、ルーベン3世の孫のルーベン・ライムンドによる三脱未遂を経て、 レボン2世の娘ザベルが女王となった。摂政が建てられたがすぐに暗殺され、アルメニアの大貴族ヘトム家のコスタンディン・バベロンが次の摂政とされた。彼はレボン2世のいとこでもあり、統一キリキア王国の敵は野心で動いているキリスト教国家ではなく、慎重著しいイスラム国家だと考えていた。コスタンディンはセルジューク朝の干渉に対抗するため、 アンティオキアコーボエモン4世との同盟を打ち出したが、アルメニアの民族になじめないフィリップは、アルメニア教会に従わなかった。1224年にフィリップは投獄され、2年後に病死した。ザベルはセレウキアで修道所になったが、フィリップの死後に減属させられ、コスタンディンの息子ヘトゥムと再婚した。後のヘトゥム1世であり、彼の家系をヘトゥム長という。 ゼベルトヘトム一世の共同統治と時期を同じくしてモンゴル帝国が勢力を伸ばし中東からエジプトにまで到達していた。1243年、巨セダーでセルジューク朝に圧勝したモンゴル軍はそのまま進軍してアルメニア王国を荒廃させたが彼らはキリキアには何もしなかった。ヘトム一世は先んじてモンゴルと同盟を結んでいたのである。 1247年、モンゴルの首都カラコルムに赴いた王帝、スンバトは、キリキアの独立保障と、さらにセルジューク朝からのキリキア領奪還を約束された。1253年には、ヘトゥム一世が自らカラコルムへお参りし、モンケハーンからキリキアの免税と、アルメニア協会の自由を得た。さらにキリキア軍は、フレグの下で戦い、 モンゴルの地中海征服に貢献した。アレッポで起きたムスリム虐殺にはキリキア軍が関与しているとされる。この頃ワイユーブ長が倒れ、マムルーク長がエジプトやパレスチナの支配権を握った。キリキア軍はカッパドキアやメソポタミアの交易路を寸断する形で土地を支配していたため、マムルークたちの標的となった。1266年、マムルーク長のスルターンバイバルスが キリキアに降伏勧告を送るが、ヘトゥム一世はこれを拒否し、すぐに、イルハン朝へ救援を求めて旅立つ。だが、その間に、マムルーク軍はキリキアを攻略し、カラーウーン率いるキ軍団によって、ヘトゥムの二人の息子のうち一人は、戦死もう一人は、捕虜となった。ヘトゥム一世は、莫大並みの白金を支払って、息子を買い戻し、 さらに多くの要塞をマムルーク朝に明け渡した。ヘトム2世とガザンハンヘトム1世は1269年に退位し、買い戻された息子、レボンが、レボン3世となった。侵入したにもかかわらず、マムルーク朝は、キリキアへの攻撃を続けていた。1275年の侵攻では、首都タルススの王宮と大聖堂が焼け落ち、無抵抗のアルメニア人に1万5千人が虐殺され、 一万人がエジプトに連行された。アヤスという町は住民のほとんどが死亡した。1281年にホムスでモンゴル軍がマムルーク軍に大敗するとマムルーク長は一方的な休戦を求めた。さらに1285年にはスルターンとなったカラーウーンによって厳しい休戦協定が課せられた。キリキアはまたも多くの要塞を活用し、 しかも新たに防衛施設を築いてはならず、ローマ教会の経済封鎖を破るエジプトとの貿易を強制され、さらに毎年100万ディナールの賠償金まで押し付けられたのである。そして協定を結んでおきながら、当のマムルーク軍は、ことあるごとにキリキアでの略奪を繰り返していた。1292年の侵攻では、アルメニア教会層本山が同座し、いくつかの都市は放棄された。 1293年、レボン三世の後を継いでいた息子のヘトム二世は、弟トロス三世に上位し、修道士となった。とはいえ、この後も彼は健在で、修道院内から、マムルーク町のアーディル・キトブガーを相手に、連行された人々を解放するよう交渉している。宮廷内部でも混乱が続き、目まぐるしく王が交代する中、1299年に、福井した。 ヘトム2世は、イルハン朝のガザンハンに支援を求め、イルハンイコールキリキア連合軍は、マムルーク軍とシリアで対決した。この連合軍には、キプロスの十字軍勢力も加わっていた。この戦いでは、マムルーク軍が敗走したが、犠牲者は、モンゴル軍が圧倒的に多く、3年の戦いを経てシリアは、マムルーク朝が守りを固めることになる。ヘトム2世は、 おいのレボン4世に上位するが、1307年には、彼と揃ってキリキア内に駐屯する、イルハン朝の将軍、ビラルグーに面会している。すでにイルハンは、イスラム王朝に変わりつつあり、ビラルグーもアルメニア人を虐殺した一人だった。ヘトム2世の弟王子はこれに激高し、軍勢を率いて、イルハン軍をキリキアから叩き出してしまう。 タルススに凱戦したオシンは、ヘトゥムとレボンを押しのけて退官した。ヘトゥム朝はオシンの時代レボン五世まで続く。彼はリュジニャン朝、キプロスと同盟を結んだが、結局マムルーク朝の襲撃を止めることはできず、怒り狂った群衆によって殺されてしまった。レボン五世の後継ぎとして、彼のいとこのキプロス王子、ギードリュジニャンが指名され、1342年に、 コスタンディン4世として体感した。ルジニアン王朝の始まり、そしてキリキアアルメニア王国の終わりの始まりである。本名からもわかるように、コスタンディン4世はフランス出身の十字軍騎士、ギード・ルジニアンの子孫であり、自分たちの慣れ親しんだカトリックの信仰や西ヨーロッパの常識をキリキアに持ち込もうとした。貴族たちは大歓迎だったが変化を嫌う農民たちは、 拒絶反応を示し、紛争が頻発する。1343年にはその隙をついて、マムルーク朝が侵攻を再開し、ルジニアンアサの王たちは、ヨーロッパの同胞に助けを求めるも応えるものはなく、無意に、年月だけが経過する。1374年から1375年にかけて、主要都市すべてが陥落した際、コスタンディン四世の老いでアルメニアをなっていた。 レボン六世と王女夫婦が捕虜となり、キリキアアルメニア王国は滅びた。彼は安全を確保されて出国し、1393年にパリで没する。その後、キリキアアルメニア王の称号は、彼のいとこのキプロス王ジャック一世が受け継ぎ、代々のキプロス王がアルメニア王を称することになった。キプロス王国がベネツィア共和国に併合されたとき、この称号は、 サボヤ湖をカルロに引き渡され、以後サボヤ家が保持している。キリキアを奪取したマムルーク長だが、結局統治するまでには至らなかった。トゥルク経営の遊牧民族、さらにはティムールがキリキアを征服したのである。この時裕福なアルメニア人はほとんどを逃亡し、キプロスで再出発を図った。キプロス王国が亡くなってからは、彼らはフランス、イタリア、オランダ、ポーランド、 スペインなど、ヨーロッパ、キリキアは15世紀に入って、オスマン帝国の支配下に入り、アダナ州と名付けられた。オスマン帝国のアルメニア人コミュニティにとって、アダナは、アルメニア文字を後世に伝えるための重要な拠点となったが、同時に民族、キリスト教文化の温床となった。アルメニア人の民族運動が、盛んになり、またロト戦争でアルメニア人が、 ロシア軍の手引きを行ったなどという風評が流れると、それまで目立った争いもなく共存していたトルコ人やクルド人たちの間に反アルメニア感情が生まれた。現在キリキアはトルコ共和国領であり、キリキアアルメニア協会はレバノンに潜座している。キリキアアルメニア王国の国旗であった赤白の獅子はアルメニアの国章に取り入れられ、その歴史を語っている。 地中海東岸という立地もあり、キリキアアルメニア王国は年々豊かになっていった。地中海、中央アジア、ペルシャ湾を結ぶ多くの貿易ルートの合流点に位置していたためである。キリキアは家畜、比較、羊毛、綿花などを輸入していたが、とりわけ香辛料貿易を重視し、木材、穀物、酒、果物、ギートなどを輸出していた。レボン王の時代。 キリキアの経済は、飛躍的に発展し、同時に、西ヨーロッパの経済と固く結びついた。彼は、ピサ、ジェノバ、フランス、カタロニアなどと協定を結び、貿易の際に税を減免するなどの特権を与えて、通商の安定を図った。アヤス、タルスス、アダナ、マミストラなどは重要な外交となり、ヨーロッパ人商人の町ができ、独自の生活習慣、礼拝、裁判、 土地売買が行われていた。キリキア貴族が第二子供としてフランス語を学んでいた頃、キリキアでの商用共通語はイタリア語になっていた。イタリア半島の海洋都市国家軍がキリキアの通称に大きく食い込んでいたのである。アヤスなどは東西貿易の結節点になったことで生き返った町ともされた。アジアとヨーロッパからそれぞれ貴重品が集まる。この町には、例えば、 マルコポーロも1271年に寄港している。13世紀末、トロス3世の時代に、キリキアは独自通貨を発行し始めた。発行された金貨と銀貨はそれぞれ、ドラム、タクボリンと単位を決められ、当時キリキアで流通していた、イタリアのデュカートや、フローリミア・ゼッキーの、ギリシャのベザント、アラブのリルハム、フランスのリーブルなどと交換された。キリキア・アルメニア王国は、 支配階級を排出するアルメニア人以外にギリシャ人、ユダヤ人、イスラム教徒が大一諸民族やその他のヨーロッパ系民族が多く暮らしていた。しかし各民族の文化よりも特にフランスとの政治経済的つながりがキリキア文化に大きな影響を与えた。キリキアの貴族は騎士道精神やファッション、洗礼名に至るまでフランス式を採用し社会構造も アルメニアの伝統的なものから中世ヨーロッパの封建性へと変質した。アルメニア人貴族に西欧風の社さらにラテン式の発音を表すため、アルメニア文字へ新たに二つの文字が加えられた。こうした変革は反発も呼んだ。貴族でない普通のアルメニア人はカトリックやギリシャ正教の侵入を嫌っていた。しかしキリキアは西欧文化を受け入れるだけでなく、 アルメニア文化を西に発信していた。十字軍が故国に帰った後、アルメニア式の石像建築技術は西欧諸国に衝撃を与え、ヨーロッパ人たちは競ってアルメニアの追記技術を取り入れ、十字軍国家に住むアルメニア人石膏に指示した。アルメニアの城は、ほとんどの場合、石積みの高さを不規則に作り、西洋羽根騎士団が築いたクラックデシュバリエや、 マルガット城のように曲線的な城壁と円筒を多く用いていた。キリキアでは時に優れたアルメニア芸術が生み出され、中でも13世紀に完成したトロスロスリンの装飾写本が有名である。1045年、東ローマ帝国とセルジューク朝の後継者たちによるジン人取り合戦の舞台となっていたアルメニアから、アルメニア市と教会創主教座と信者たちがキリキアへ避難してきた。 1058年にスイバスへ鎮座した宗主教座は、それからキリキア各地を転々とした後1149年にフロムくらい落ち着き、5つの大主教座、14の主教座、1198年、宗主教グリゴール6世は、アルメニア首都教会とローマカトリック教会の合同を宣言したが、地方の聖職者と信徒たちが無視したため合同は、失敗した。 カトリック側はキリキアに宣教師を送り込んだが、ごく限られた成果しか得られなかった。フランシスコ会もこのキリキア宣教に動員され、後に東方宣教の英雄となるジョバンニダ・モンテコルビーノがキリキアで説教を行っている。国王ヘトゥム2世は退位後にフランシスコ会士となった。アルメニア人の歴史家、ネルセス・バリエンもまた会士であり、カトリックとの合同を支持していた。 しかし、ローマ教皇側の強硬な姿勢によって、合同の望みは遠ざかる一方だった。アルメニア教会代表のムフタールスケウラツは、1261年、アクレで開かれた合同会議で、次のように、アルメニア側の不満を述べた。一体、なぜ、互いに対等である、使徒座について、自分たちだけで決めたことを、ローマ教会は、力で押し付けるのですかしかも、 首都教会はその議案を否決しています。我々には、教会内部の前例に従って、あなた方を、この件で訴追する権限がある。そしてあなた方に、我々の権限を否定する資格はありません。マムルーク長による、フロムクラ陥落後、総主教座は、スイスに先座した。キリキアアルメニア王国滅亡から長い時が過ぎた1441年、キリキア総主教グリゴール九世は、 アルメニア首都教会とローマ教会の合同をフィレンツェ公会議の席上で宣言した。このことはアルメニア総主教キラコス一世議などによるアルメニア教会の分裂という結末を生みアルメニア総主教座はエチミア人エッセンザスイスのキリキア総主教座を排斥した。現在もアルメニア首都教会にはエチミア人総主教座とキリキア主,座主教座が並立しているがエチミア人総主教が 教会の主席、キリキア主教が辞席ということで落ち着いている。カッコ内は、在位期間、共同統治者や王族摂政など、王以外の失政者も含む。ルーベン朝、この間、東ローマ帝国による一時的占領、ヘトゥム朝、ルジニアン朝、1375年、マムルークによる占領ルジニアン朝王位請求者中、上記における君主の名称は、 ルーベン朝の創始者から順番に助数を割り振っていったものであり、本文でもすべてこの名称にしてある。しかし、王と認められる上表のレボン二世より、前の君主はあくまでこうであるため、名称につける助数を1198年以降の君主とは別々に割り振って記述する文献も多い。この場合、例えば、ローマ教皇に大官を受けたレボン二世は、レボン一世。 コスタンディン三世は、コスタンディン一世などのように記述される。本文では、皇と王の女数ぶり分けを分割することによる、君主名の重複を避けるため、上記のようにルーベンアサの創始者より、順番に割り振る方法に従った。ルーベンアサ、編集ヘトゥム長、編集アルメニア王。ありがとうございます。